インドネシアとかでも切り抜きもすでに結構バズっとるよね、俺らレペゼン社長がありましたね。俺のとかもとんでもない何千万とか回っとったからニュースになったけど切り抜きニュースあれか、なんかなんかやられてたっすよ。そう何されてたんですか、社長に。確かニュースかなんかだった。いや俺がインドネシアに来た瞬間に、パーって出たらなんかチップちょうだいみたいなのがあったわけよね。で俺もともと別にインドネシアでこうプレゼントキャンプとかいっぱいしようかなって思っとったけ、あいいよいいよって言って配りよったわけよ。でそしたらなんか金額もかかる金額がちょっとめっちゃ高くて、もういいよって言って渡しとうのに、いや嫁の分も欲しいとか言い出して、で俺がいいよいいよって言って渡して、で子供の分も欲しいとかおじいちゃんの分も欲しいとか言って、で最後キリがなくなってきて、いやもうキリないけんって言ってやったらもうめちゃめちゃがめつくて、うわーみたいな最後なってきて、ちょっと脅しっぽい感じで、俺がまあ笑顔で対応しとったけんよかったけど、多分普通の観光客からしたら怖くなるレベルと思っちゃうね。その今日はヤンキーっぽい感じで絡んできとったけん、でそれでそこを切り抜かれたって、でそれとんでもないぐらい回ってニュースになって、でもコメントが何千件ってついて、いいねとかも何十万ってついてて、それはどういう系で、要はこいつはインドネシアの恥だ、要は日本人が、しかも俺も言うて日本では有名なわけよ、うん、こんな日本の有名な人に対してこんなカツアゲみたいなことやって、インドネシア嫌いになったらどうすんだみたいな、で逆に俺の顔めちゃめちゃ上がっとって、この日本人は優しいみたいな。で最後そいつ恐喝で逮捕されたの。いやニュースでマジで今牢屋入ってます。牢屋入ってそれ社長の件でですか。そう俺の件で、恐喝でバズって牢屋入りました。恐喝ですってなって、逮捕された。切り抜きが TikTok 上げんかったらまだ捕まってない。もういや本当にとんでもないぐらいニュースになってる、あれ。それで捕まるんですか。そう捕まった。現行犯じゃなくて証拠がそのまんまあるけん、カツアゲの。やばすぎ。切り抜きで。でもカツアゲぐらいまで行かれたんですか社長。いやいや俺は別に笑顔で、俺は笑顔でやっとったけど、やっぱインドネシア人からするとすごい嫌な気持ちだったんじゃないこれはみたいな。結構スラムなところです。結構スラム、うん。結構。いや多分これでも同じことで、多分アメリカとかの有名な YouTuber とかがすごい日本大好きって言って、片言でもいいけど日本語覚えとったとする、日本好きでインドネシア語で喋っとけそれで、俺その要は日本大好きです、日本大好きって言って、今日やっと日本に来ましたって言った時に、めっちゃヤクザとかヤンキーみたいな人がさ、おいインドネシアから来たのかいとか、アメリカから来たのかい、金よこしてよみたいな、俺の嫁の分もよこしてよとか言って、で、あわ分かりましたとかの状態なわけ俺は。そうなのねみたいな、じゃあこれ嫁さんに渡しててくださいって言って、じゃあ次俺のガキの分もちょうだい、いとこの分もちょうだいよ1万円とか言った時に、あ分かりました1万円ですね、これで子供と美味しいご飯食べてくださいってやっとったら、めっちゃこの日本人悪いよ。確かに物理悪すぎるっすね。だけどその日本の、そうしかもそう悪そうやったっけ、そいつもやっぱ、うんうん、ヤンキーヤンキー系やったっけ、そう本当にそんな感じられたもん。よしよし、歌っての青変わらない過去、世界への窓越えてくピカソ、悔しくて泣いてそんなエビデイを過ごしてく、おおおおOh yeah, no stop going. Oh yeah, 変わらず少年力尽きるまで知って